神奈川県知事選挙では、自民党、公明党、国民民主党からの推薦を受け、現職の知事である黒岩祐治氏が4回目の当選を確実にしました。黒岩氏は、新型コロナ対策などの実績を強調し、子育て支援や防災対策にさらに力を入れると訴え、自民党、公明党などの支持層と無党派層から支持を集めたことで当選を果たしました。